はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆるさまです。じゃあ今日も5分プランク頑張っていきたいと思います。スイッチスイッチスイッチオン、よいしょ。はい、というわけでね、大の大冒険アニメが決まりましたね。まあね、僕アニメ業界のことそんなわかんないですけど、こう昔の漫画がこう今になってまたアニメ化されるって、こう どういうあれなんでしょうね。いっぱいね、世の中に新しい漫画どんどん生まれてきてるのに、昔の漫画をまあなんかいろいろあるんでしょうけど、ちなみに T シャツはドラゴンボールですね。ドラゴンボールと大の大冒険のコラボをしております。まあ今日する話はですね、ライブ中に、気になるファンの人の行動についての話です。まあね、今やっぱこの無観客ライブっていうのがね、やっぱ皆さん主流というか、まあ今その状態でしかできないのが多いと思うんですけれども、まあお客様がいっぱいちゃんと入ったライブの時に、まあ僕がステージに立って、目につくファンの人の行動っていう話をしようかなと思います。目につくって別にこう嫌な意味じゃないですよ。普通にやっぱ気になるなっていう話なんですけれども、まあこれまあ気になるって言ったらあれですけども、ライブ中に、僕しか見てないみたいな。いや、ありがたいことなんですよ、もちろんね。こう、まあ、僕を見に来てくれたんでしょう、きっと。で、チケット代を払って。その中で、僕しか見てないっけ。いや、あるじゃないですか、ライブって。僕一人でやってるわけじゃないんで、ステージにやっぱね、他のメンバーもいるわけで、中で。しかもね、特にまあ僕とか、まあ、いろんなポジションに行くことがありますけれども、まあ、ドラムの位置にいるとき、まあ、後ろにいるときに、僕しか見てない人。いや、本当にね、いらっしゃるんですよ、一ライブ。例えばワンマンライブなら、まあ、90分から120分やってるじゃないですか。本当ね、例えばじゃあ、曲何曲かやって、真ん中でこう MC でボーカルが喋ってますっていうときに、もう、僕をガーンってこう、ずっと見てるんですよ。いや、今喋ってるのボーカル。今あなた僕しか見てない。そんなあなたを僕今見ちゃったみたいな。何この、みんながボーカル見てる中、その人とだけ僕がバッと目が合わせるか、なんかね、ちょっと気まずい感じになるんですよね。いや、今俺じゃねえだろ。なんで僕もその人見ちゃったのかわかんないですけど。まあ、これね、でも結構ありますね、やっぱり。まあでも、もし僕がお客様としてライブ見に行ったら、ああ、そういうタイプかもしれないですね。みんながボーカルを見てる中、私はその時に他のメンバーがどういう顔して聞いてるのかを、ああ、見ちゃうかもな。いや、まあまあまあ、いいでしょう、いいです。全然嫌とかじゃないんですけれども、があったりとかで。で、まあじゃあ僕が、ステージの前にいる時、僕しか見てない人、こう。まあね、やっぱいらっしゃるんですよ。全然ありがたいんですけども。で、まあ別に僕しか見てないよしとするんですけども、明らかにですよ。僕に、こう、じゃあ例えば、ボーカルが MC しています。チラッと見ます。まあ僕しか見てない人とかがいて、その人目が合った瞬間に、こう、ちょっと、こうやって僕に手振ってくるとかね。いや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 、いやいやと思って。今僕、別に手振られるのはいいんですけど、僕別に振り返さないですよ。今、ボーカル喋ってますからとかね。あるんですよ。で、嫌とかじゃないですけど、気になるわと思って。今それするっていう。あと、まあ、じゃあ、ライブやってます。僕前で、まあ、歌ってるか踊ってるかしてますっていう時に、まあ、ね、やっぱ僕のことを見てくれてる場面で、目があったっていう時にですね、僕もえって思ったんですよ。えって思ったんですけれども、あの間違いなくこうキンってウインクをしてこられたとかね。今絶対にウインクしてよね、俺にウインクしてよねって、どういうこととかって。まあまだあいいんですけど、ウインクもですけど、マジで一回パッと目が合った瞬間に普通にんーってされたことあるんですよ、マジで。いやいや、その距離で、何その今からなんか、こう、キスしますよ、顔。えって、いやいや、どうあってもこの距離でそんなことならんし、何それ、何のアピールと思う。っていう、マジであるんですよ。いや、気になったっていう話。まあ、あと逆に気になるといえば、絶対に僕を見ない人とかね。今ね、今逆に言うと、だから他のメンバー、いや僕以外のメンバーだけをずっと見てて、まあ多分それ、いろいろあるんですよ。もう僕がじゃあ、上手に行きます、下手に行きますしても、絶対にこう、
もう明らかにこう見ませんよっていう態度を取る人、逆に気になりますよね。逆にだからこっちからめっちゃその人見てやろうと思ってガンと見てやって、これ小さくどうもとかやってしますよね、逆に僕からねみたいなことがありますっていう話でした。以上5分ありがとうございました。いや、そんなんもあるからやっぱりライブは早くお客様入れてやってみたいですね。あー、つけた。